そこまで。グロンダーズ呪術戦、今年の勝者は。いや文句なしに俺たちでしょ。アドラークラッセとする。やったー。ちょディミトリがポンコツだった気がする。見事な戦いだった。エーデルガルトも先生も。お前がイノシシすぎるせいでさ、ぐちゃぐちゃになったんだぞディミトリ。乾杯だよ乾杯。つくづく敵に回したくないもんだ。二人ともお世辞はいらないわ。紙一重だったと思っているのよね。それは否定しない。もう一度戦えば違う結果になるかもしれないもの。そんなことないよ。また俺たちが勝つだろうな。先生、あなたはどう思う？フェルディナントだな。フェルディナントじゃない、ヒューベルトだったらきっとそういう。何であっても同じ結果ですな。青は強かった、金が強かった、余裕だって。先生、まあ今だけは調子に乗っても気にしないことにする。実際余裕だったでしょ、ドラクエにもなんなかったもん。ともかく俺はこの戦いの経験が生かされる日が来ない。死ぬと思ったとこ一度もなかったからな。もう運じゃない必然さ。まったくだ。お前たちと剣を交える未来は勘弁願いたいからな。そんな未来いらないよ。そうね、呪術戦という名は元は帝国と王国の争いから取られたものだけど。なるほど。それも過去の話。いずれはエーデルじゃん。歴史の波間へと消えていくわ。未来の話にはなんないってことだな。よかったよかった。仲良くやろうぜ。この戦略自由かもしれん。仲良くやろうって言ったらこっからギャルゲーに はまっていくよ。憎いことを言うじゃないか。それじゃあ俺からも提案だ。もうやめようぜファイアンブレム。これガルグマクに戦闘をなくせ。学級の垣根を取っ払って盛大に宴を楽しまないか。いいね。まあ食堂でだが。互いに親睦を深めるいい機会だな。俺は賛成だ。いいわ、戻った日の夜に集合ね。先生、それでいい？楽しみだ。ちょいのビショって、えらいよかった。未成年。そんなに眩しい笑顔を向けられると、私も羽目を外したくなりそうよ。終わった。ようやく終わった。知らない人いっぱいのご飯。知らない人っていうのはないでしょ。みんな知ってるでしょ。ベルナデッタ、元気出します。良い経験、成長できます。でもね、でもね、みんな気さくすぎて無理だよ。おい、リンハルト、まだ話は終わってねえだろ。あれ死んだんじゃなくてカスパル。死んだはずじゃないの。同盟のやつがこっちからこう来てたな。王国のやつはそっちから。あ、ていうか俺なんで天国つかなかったんだろ。一回つかへんのに。はいはい。忘れてた。それでうまくさばいてまとめて倒したんだよね。聞いたよ。そろそろ眠い。ねえ、なんだかすでにいい感じの子たちいなかった？ずるくないかしら。ねえ、俺もいい感じの子たちのいい感じの展開見たかったよ。私だってこの後誰かと二人でどこかに消えたい。うわあ！消えるぞ。うん、私も食後の紅茶でもと考えていたのだが、どうだい？そうね、ベル君で妥協しましょう。マジっすか？フドルベル。え、マジで？私はマジでやる。彼らを指揮し導いていかなければと思っている。俺も思うわ。ちょっと良くない。夫婦風紀が乱れてるわ。でも先生が指揮し、俺たち私があの中に入って共に戦うことを経験しているうちに、いやそういうのいいからさ。あなたの采配で戦うことを喜ぶ自分がいると気づいたの。あ、皇帝は誰の采配も受けない。帝国の人民すべてを導く立場にある。行くぞ行くぞ行くぞ。けれど本当は支え合い、支え合い、導き合う相手がいたっていいのかもしれない。え、これってプロポーズでしょ。もうこれってもうプロポーズでしょ。くっそー、エーデル。いや、エーデルでいいよ。エーデルにしよう。俺でいいのか本当に。私は皇位継承者である前にあなたの生徒なのよ。そしてそしてそれは皇帝になっても変わらない。でもでもしかし以前
あなたを帝国で雇いたいという話をしたわよね。お、あれは撤回するわ。じゃあこれからは、じゃあこれからは、今はただあなたに手伝ってほしいと思う。やがて来る私の皇帝としての知性を。なんでそれで、それで、それで、いいよ、はっきり。ほら、なんで来るんで、いい雰囲気だったのに、おめえら。一番の主君者なんですから。ビルが今日まで毎日寮から出てこられたのは、先生のおかげです。私たちを指導してくれる先生、皆で礼を言わないかということになってね。先生の教え、我が血肉となりました。セリフ練習した成果です。え、じゃあ、じゃあ それ、そのペトラの血肉は、じゃあ血肉は俺のものってことでいいんだな。俺の好きにしていいってことだな。俺たちのこと先生はバッチリ鍛えてくれるもんな。私たちを担任として導いてくれてありがとう先生。私もこのような体験ができて改めてお礼を申し上げますわ先生。私もみんなと同じ気持ちよ。てかさ、これでもうなんかさ、5年後がそんな遠くなくなった気がするんだけども、もうすぐだった気がするんだよな。まだあるっけ。呪術師戦での八面六臂の活躍、見事というほかはありません。胎児の節での学級対抗戦と比較しても生徒たちはよく成長している。そうだろ。これも君の指導の賜物だろう。うん、言われてんじゃねえか。あなたの健闘を祝し、また生徒たちの未来に期待してこれを授けます。お、今後も生徒たちをよく指導し、彼らの模範たる教師であってください。わしの力を使っておるのじゃ。使ってねえよ。余裕で勝ってもらわねば困る。使ってませんけど。この祝福すべき瞬間にこのような課題を君に伝えるのは心憂いのだが、翌節君たちの学級には、やったな、そんなの。デミール村の異変の調査に向かってもらう。これで終わりな気がしてたんだけどな。デミール村、こっから先あんまり印象ねえわ。お主が父と共に何度も世話になっておった村じゃな。なんか言われたら思い出したわ。なんかやばいとこだった気がするわ。なんか一人やべえのはいたような気がするわ。まだ詳細な状況は判明していないが、村人の様子がおかしいらしい。なるほど。情報の真偽を確認するため、すでに騎士団を派遣してある。間もなく戻る頃だろう。バイオハザード。まずは彼らから話を聞いてみるといい。バイオハザードだよな。あ、違う、バイオハザードじゃねえ。あ、なんかこう、なんかさ、かわいそうな子がいた気がする。何か、よからぬことの前触れでなければよいのですが。皆に主のご加護のあらんことを。聖なる槍、微妙。いや、ちょっとさね、このさ、攻撃力なら命中80での代償に重さ14はやばすぎない？で、まあ特攻があるのか。これ何に特攻なの？これ鳥、魔物、魔物特攻って書いてあるわ。魔物にだけ使える剣だな、これな。槍だ。まあ微妙だな。ドーピングアイテムとかは嬉しかったわ。赤狼の説、炎と闇の瞬動、生ける者が姿を隠し始める。かわいい。フォドラに長い前回の説明、フリーもストーリーマップもやばかったから、ファーガスの北から寒さが覆ってゆく。今回は警戒しないとな。山際に沈みゆく夕日が狼の生え変わった冬毛を赤く照らすと、それを見たカリウドは言う。赤狼が出たと。うわ、嬉しい。補正もくれるっけ？といったところだな。本当に疫病の類ではないのか？なんだこれ。ええ、医学に絶対はないけれど、可能性は限りなく低いんじゃないかしら。あ、次のストーリーの話か。支援会話かと思った。落ち着きなく動き回る、攻撃的になる、逆に寝込んでしまう、眠ったまま起きない。これだけちぐはぐな症状が見られるなら、考えられる原因は複数の毒物か窓、しかも闇の窓か呪術の類か、そのあたりじゃないかしらね。何も分かってないんだ。マヌエラ、
ルミール村の件か。怖いよ。話本当だろうな。あら、ジェラルトさん、どこから聞いていたの？攻撃的になる。やだな。疫病の類ではないってところからだな。俺もこいつもルミール村の連中には世話になったことがある。あの村で何かが起こってるっつうなら俺たちでどうにかしてやらねえとな。現地の状況を確認してきた。詳しい話は騎士の間で聞いてくれ。私はこれで。マヌエラ、協力感謝する。先生には助けられた恩もあるし、ルミール村に行くときには付き合ってあげるわ。なんだったら二人っきりでも。いのよ。死んでしまうだろうな、マヌエラと二人っきりだったら。でも嬉しい。まあ先生ったら。二人はきついな。ルミが村に行くときは俺も一緒だろう。さて、俺たちも行くぞ。あ、これジラルト、まさか。あ、ここだっけ。ええ、またね。ここなのかな、ジラルト。ジラルトさん、先生、忘れちってよ。俺は一旦部屋に戻るが、お前はどうする？時間があるなら先に騎士の前へ行って話を聞いておいてくれると助かるが。なんだ？おい、どうした？なんか今変なデューンって音しなかった。何の音か全然わかんなかった。大丈夫だ。変だと思ったら俺の疫病にかかっちまったのか。お前は平気な顔で無理をするからな。わかったか？わかりました。なんじゃ今のめまいは。わしまで気持ち悪うなったわ。いや、初めてではない。わしもかつてこのような。どういうことだ、結局これって何なの。力が目覚めようとしてるってことかな。あ、力が目覚めそう。俺がやるぜ。いやー、久しぶりだ。頑張って育てるぞ。いや、いろいろあるはずだ。なんだっけ、何やればいいんだっけな。まず指導を見る。ちょっと待って、どうしよう。目標決めよう、俺たちの。なんだっけ、あ、そうだ。槍が足りてねえんだよ。そうだ、槍が足りてねえんだ。終わりだと思ったら槍が必要なんだよ。さ、ペトラ。槍がいいじゃないですか。これ必要なんだよね。槍はこれ得意なのかな。槍は得意じゃない。いや、これ槍は絶対いるんだよ、実は。翼 D プラス、なんだっけ。あ、翼は D でいいのか。槍が必要なんだ、槍が。翼なんて D でよくて、槍が必要だった。俺が間違えてたぜ。女性陣は槍がいっぱい必要なんだよ。フレもペガサスなんだから、これ翼いらないだろう。フレンちゃんはペガサスにしてるけど、まあ、理学だな。いや、理学はこれあれだ、得意になってからやった方が効率がいい。いや、もういいやっか、別に。それは旦那さんも槍と式を覚えて。うわー、もうコンスタンツは、コンスタンツ俺も一生パワー外さない。パワー、これパンチは絶対外さない。これ固定、パンチ固定でいくぞ。ちょ、やり頑張ろう、みんな。時間かかるなぁ。ペガサスナイトと、ペガサスナイトとブリガンドをさ、狙っていくのきつい。フレンちゃんに、の、フレンちゃんの、これ。これをちょっと。私、やりましたわ。やったぜよ。もっと褒めてくださってもよかったよ。世界で一番可愛いぜ。
あ、これいけんじゃね、この1回で星が3個つくんじゃね。私やりましたわ。なんか覚えろ、いけ、しかも極めろ、星好き星ウィンド、いいね。こういうことでしたのね。やった、しかもしかも早いな、魔力封じ。私にもまだこんな才能が。魔力落とすか、なんか微妙だよね、つけないかもしれないぐらいの微妙な能力だ。魔力マイナス6、どうなんだろう、魔法相手に打つ、魔法相手に魔法打つっていうのがあんまり、アンナさんの馬術すり抜けしなかったら何なんだろうな。一応これ覚えたいんで全部。なんでだよ、来た、はあ、やった、みんな才能開花したもんね、これですり抜けか。力で新しい勝機をつかむわよ。でもすり抜け多分強いよね、普通に。ユーリス、しょうがねえな。よし、ナイス。ま、こんなもんだろ。才能開花を優先する。すげえおもろいんだ、すかもしれないしな。いいんだぜ。一つ賢くなった気がするよ。なんかお前なんか優遇されて空の力つきそうだな。え、狙撃。これも俺様の才能よ。すげえ。狙撃覚えた。ベル普通に素で覚えるけどな、でも。じゃあユイスどうする、もう。ユイスどうしよう。なトリックスターにお前をつけることがなんかそもそもトリックスターじゃないんだよな、俺の中で。弓色でよくない、弓色。全然なんか狙撃あるしいいよな。とりあえず弓上げてこ。一つ賢くなった気がするよ。ま、こんなもんだろ。よし、速やかにペトラの槍を上げて。先生の共同とてもためになります。うちのエースだからな、ペトラ。理解完璧です。褒める、感謝です。また頑張ります。先生の共同とてもためになります。ご指導感謝します先生。今回のなんかもう月の終わりぐらいにはペトラで取れたらいいな。成長です。だってペトラもうブリガント慣れちゃう、マスターできちゃうんだもんな。もう次つくのがないっていう。無駄なことしたな俺、ドロテア。ドロテアをペガサスにする必要あるか。攻撃速度が上がるやつってそんないるかな。いや、いるでしょ。いや、なんかでもその時間ここを鍛えるっていうのが無駄なのではないだろうか。そもそも魔法職だし、その分マシとか高速攻撃時に6上がれる強いんじゃないか。いや、高速6上がるのは強いだろう。高速6上げたかったらさ、アーマーナイトを覚えた方が早くないか。そもそもこっちの重さを5落とすのとそんな変わらなくない。あれ待てよ、そうじゃん。やべえ、待て、素早さが5上がるやつよりもさ、重さマイナス5の方がさ、別に受けの時も速さ上がって強くない。攻撃の時だけ、攻撃する時だけ速さプラス6なのか、それともいつでも速さプラス5なのかってことなんじゃないの。重さマイナス5イコール速さプラス5だよな。まあ5以上の武器を使えばだけど、魔導書って5以上ばっかりだと思うんだよな、ね、俺。てなってくるとアーマーレシティアってめちゃくちゃ理にかなってると思うわ。アーマーレシティアにして最終職がアーマーじゃないのが一番ベストだったんだろうな。しかもこれさ、意外にもペガサスが苦手という女の子なのに、女の子に生まれたら大志もペガサスナイトになるのが子供の頃の夢だったろ。え、な
んで斧投げてんの俺。なかなかうまくいきました。もう無気力で斧投げんのやめろ俺。ご指導感謝します。先生間違えたぜ。なんか今なんか考えながら斧投げてたわ。リンハルツはリンハルトの翼 D マジ無駄なことしたわ。返してほしい。いやいやカスパルだ、間違えた。俺人の名前間違えすぎだろ。パンチングカスパルやばすぎる。カスパルどうしようかな。アーマーナイトにしようかな。どうしよう。ちょっとカスパルはブリガンドにして、じゃあなんでパンチ D プラスまで上げたの俺。もうやってることに無駄が多すぎる。待って、お前、待って、ヒューベルト上げてないだろうな。ヒューベルトもしっかり上げている。このパンチはなんで上げたんだろうな。ちょっと待って。アーマーナイトはどうなの、リンハルト。苦手なの。絶対苦手だろうな。苦手じゃねえ。意外といけるじゃん。魔導アーマーか、お前。これ、魔導アーマー向けだよな。魔導アーマーポジションがリンハルトで、お前パンチングでもどっちも力がなかなかだから全色いけるっしょ。オーラナックル、いやお前はどう考えてもさ、なんかさ暗殺者、アサシンとかにして、いやもういやちょっとなんで俺、あ絶対アサシンとかかっこよくない。なんで俺今までさ、普通に魔法とか開けたりパンチ開いたりしてるんだ。でもその全てを否定することになる。マジで無駄だと思うわ。マジで無駄だと思うけど、アサシンかっこいいと思わない？アサシンでおそらく剣と弓なんだよな。D ぐらいだったら全然すぐに来るからさ、別に無駄じゃなくね？ブリガンドになってアサシンでしょ。アサシンで培った速さを魔法にも活かせるから別に無駄じゃないでしょ、きっと。いや、ちょっとアサシンだな、これアサシンで決まったわ。アサシンヒューベルト。あ、決めた、もうアサシンヒューベルトにする、俺は。心配いりませんでしたな。やっぱりパンチヒューベルトにしたい。くっそ。ちょっとメモして書いといて、もうそれに行こう。やっぱりパンチヒューベルトにするわ俺。ダメだ、ちょっとダメだ、気持ちが揺らぎすぎている。じゃあもう揺るがない、もう絶対揺るがない、これにしよう。もう揺るがないにするぞ。魔法なんていくらでもいるからどこだっていいんだよ。お前ちょっとアーマーナイトになれ。インハルト、アーマーナイト。もう揺るが、二度と揺るがない。もう二度と揺るがないぞ、俺は。揺るぐことがない。揺るぐことがない、俺を見てくれ。やべ、ちょっとアーマーナイトやっぱやめろ。だってフェルディナントがアーマーナイトになるとしてんのにさ、アーマーナイト二人いったら明らかに、でも窓アーマーと物理アーマーという違いがあるんだよな。いや、リンハルトなんか正直さ、魔法職だとパッとしないと思うんだよ。そう思わない？彼。なんかそんなに強くなくないっていう。レベルの割にちょっと弱いよねっていう、ペトラとかと比べちゃうと。だから、この、なんかそこそこある、力だとか守備だとか、まあ低すぎるほどじゃないだろう。だからこれアーマーナイトになった場合、魔防の非常に高いアーマーになれると思う。もともと速さも高くないので、これアーマーだな。よし、俺はそういう道を見つけるのが非常にいいです。うまいですよね。うん。フェリーランドもそんな速くない。遅いなら徹底的に遅くてアーマーがいいと思う。完全に捨てて。苦い攻撃されても別に平気にする。開き直ることにより。そしてさ、ヒューデルト・フォン・ベストラさ、
早い。アサシンにしたらめちゃくちゃ早そう。いや、明治にしてんのがマジでもったいねえよ、お前。マジでもったいない、その速さ。エーテルカードより全然早いんだよ。ロードとかにしてたのにしばらく。多分さ、明治って遅いよね、職業補正的には。カスパルって実は魔法使いなのかな？いや、そんなことねえか。なんか弱い。ベルはなんか弓っぽいステータスをしている。え、なんかドロテアめっちゃ強くね？ドロテアめっちゃ強えな。ドロテア強い。え、ペトラと速さが2しか違わないんだね。魔法版ドロテアみたいな感じだ。でも守備力4はきちいな、ドロテア。合わないとにするか。え、だって、それは冗談だけど、それでも守備4きついわ。おい、授業開始だ。質問があるんですけど。え、なんだい？絶世の美女より普通の可愛い子の方が男気がいいことってありますよね。貴族でも公爵より子爵、子爵って何？初めて聞いた。先生は何だと思いますか？自分に優れた相手では手を出しにくい。物事には流行り廃れがある。高級料理は毎日食べると飽きる。食べる？先生すごい。ちょっとこれでしょ。え、これなんかどれも正解な気がするんだけど、別に。うん、どれも正解な気がするんだけど、ドロッタやってきたなんだ、ね、この食べるってな、高級料理は毎日食べると飽きるって、これすごくない？これでしょ。やった！いや、ドロテはエッチだな。ドロテはエッチすぎるよ。先生、お前もか、フレディラント。エーデルガルドは銃声の適性が高いと聞く。私は負けてはいられないな。斧と銃装を鍛えさせてくれ。いや、本当に必要か、先生は決めてくれ。銃装を鍛えるって言ってるだろ。士気と銃装だよ。エーデルガルドは士気も高いんだ。いや、フレディラントの方が高いからな。なんだ、ついに生まれるのか、ペトラ。生まれる、生まれる。へっへっふう。大丈夫か？先生、そんなに強いのにもうまだ特訓してんの？もう夜も遅いぞ。すみません先生、訓練熱中し時間忘れてしまいました。学校実践少ないです。体なまります。あれで実践が少ないって言えるのか。何度もやったぞ。私まだ続けます。先生おやすみなさい。頑張りすぎだぞペトラ。いいえ、まだ足りません。やるべきこと残るあります。私努力する必要です。未来のためです。未来わかってるのか。訓練、勉学、交流、どれほど時間ある、わかりませんから。フォドラの言葉話す、それだけどうしても苦手ですが。なんでそんなに頑張ってるんだ。なぜ？ブリギット立場弱いです。フォドラとダグザ、二つの大地、挟まれた小さな島々です。なんかワールドマップが見たい。自然美しく豊か、しかし力持たぬ弱くあります。私たち生き残る強くある必要迫られます。大変なんだな。そのブリギット導く私。愛国心が強い。誰より強者たる務めあります。そんなことはない。愛国心は強いよな。日本だってアメリカと中国に挟まれてるのに。誰よりも無理かもしれません。しかしできる限り努力します。ほえーんと生きてるのに。俺は先生、今の私、皆の仲間、士官学校の一員です。そのため頑張ります。怠慢一心絶対ありません。けれどもその先、私ブリギットを戻る日のため努力続けること許してください。見ていてください。
先生いると私一人より頑張れますから。もう半分告白じゃんっていうのが多すぎない？プロポーズだよね。ナイス。誰の誕生日だ？ご機嫌支援とかじゃな い, ないようで。やはり例の件ですかな。分かっているなら口にしないことね。何例の件って、何例の件って。あ、機嫌が悪い、機嫌が悪いですね。例の件ですから、分かっているなら口にしないことね。おい、デリカシーがなさすぎるぞ、ヒューベルト。ですが、過ぎたことはやり直せません。今はせめてそれを活用すべきかと。え、なんだ。分かっているわ。それに皇位継承の準備も進めなければ。そちらについては障害なく進んでおりますよ。と、誰か来たようですな。俺だ。先生、今節の課題について聞いたわ。ルミール村で何かが起こっているとか。あなたがここに来るきっかけとなった村、因縁めいたものを感じるわね。騎士団の調査は進んでいるので。え、なんだそれは。騎士団の調査ってなんだっけ。わかんない、忘れたわ。もし村の異変が人為的に引き起こされたものだとすれば。ああ、そういうことね。黒幕がいるのでしょう。女神最短の儀で西方教会に組みしていた死神騎士や謎の魔導士たちはフレンドの誘拐の折にも姿を見せました。そしてまた大修道院近くの村で異変が。また人狼ゲームか。大修道院を舞台に何やら正体不明の輩がきな臭いことを企んでいそうですな。お前横にいるやつだろ。先生はこれまでの事件が一連のものだとは思わない？こいつらマジで人狼してるよな、普通に。しかもお前らが、お前が狼だし。思う。え、何？ええ、普通はそう思うわよね。でも私はこうも考えている。うわ、普通のこと言ったから。大修道院を取り巻く事件は一本の線でつながって見えるけれど、さまざまな者たちで下がるんだよ。複雑に絡み合った結果でしかないのかもしれないと。そりゃそうだ。自分の味方と自分の敵がいるだけなんて単純に考えていては物事を正確に捉えられないかもしれないわよ、先生。複雑に絡み合った結果、敵とあれ味方になったんだろうが、そんな初歩的なことを言ってくるとはまさか思わなかったな。白髪だし、しかもでも可愛い。どういうこと？それはいけない、ベルナデッタ。風邪をひいたらチャンネル登録とツイッターのフォローして早く寝なさい。